こんにちは。ゆっくりロジャーです。こんにちは。ゆっくりラサです。ゆっくりテニスチャンネルへようこそ。このチャンネルではプロ選手の高度なテクニックを分析紹介していくつもりだよ。プロの技術をキャッキャと楽しむのが趣旨なのでそこのところよろしくなんだぜ。マジになるなよ。今回の題材はテニス界のアバンギャルド、ダニール・メドベージェフだ。メドベージェフといえばビッグ4以外で本当に久しぶりにランキング1位に上り詰めた選手だね。その独特のプレイスタイルに対しては強いけどフォームがキモい、ダサい、そうはならんやろ、など散々な言われようだ。しかし本当にそうなのだろうか。とかく人は既存の価値観にはまらないものを否定しがちだ。かくいう私もメドベージェフの登場には衝撃を受けた。誰にも似ていないプレイスタイルで快進撃を続け今やテニス界最強選手の一人だ。そんなわからんメドベージェフのプレイを理解するために彼のプレイを結構研究したつもりだ。ほほう。そういうわけで孤高の前衛、メドベージェフを読み解いていくよ。まずはこれを見てみよう。Bit of level, Daniel. Tell us what you had for breakfast today. What did I have for breakfast today was I try to always have some eggs. I had, you know, in the hotel we have avocado 13, which is bread with smashed avocado and two poached eggs. Nice. What else? I had some cereals, some fruits. That's good. We're all good for that. That's great. Okay. That's great. You can keep talking about your breakfast yeah. if you want. It's great. No, it was... It was just for the sound check. I didn't know it was for the sound. I was serious about it. なんだか微笑ましいね。メドベージェフがコートの上で感情を爆発させているシーンはテニスファンならおなじみだが、一方インタビューやスピーチではユーモアやサービス精神があってとても感じがいいんだ。ギャップがすごいね。そこがいいんだ。メドベージェフの面白い動画はたくさんあるのでぜひ探してみてほしい。だが今回我々は彼の独特なプレイとその魅力について分析していくよ。テニス界、テニスファンを驚かせたメドベージェフのプレイ、それは今まで常識と思われていたセオリーをいくつも覆してしまったからだ。一つずつ解説していくよ。1. 常識外れの体とフィジカル。メドベージェフのテニスを語る上で彼の特別な体格とフィジカル抜きには語れない。彼は身長198センチもある、かなりの大型選手だ。そしてその長身以上に手足が長い。今まで大きな選手はその代償として素早く動けず、185から190センチ程度がテニス選手の理想のサイズだと思われてきた。メドベージェフはそんな常識を覆す猛烈に動ける大型選手だ。しかし彼は細身な分動きこそいいが、ものすごくパワーがある選手ではない。これらの前提をもとにすると彼のテニスへの理解が深まるはずだ。OK。2、常識外れのフラットショット。トップスピンは現代テニスに欠かせないものと思われていた。しかし彼のストロークは完全にフラットでこそないがかなり回転量の少ないショットを打つのが特徴だ。彼のフォームについて見ていこう。まずフォアハンドだ。握りはやや薄く、おそらくイースタングリップだろう。ちょっと自信なさげだね。ある選手がどのグリップかは議論を呼ぶところでもあるからね。彼のフォアハンドはウエスタングリップだと解説する人もいるくらいだ。しかしウエスタングリップのような厚い握りだと肘を曲げてボールを捉えた時もっと手の後ろに肘が入るような形になるはずだ。しかしこのように肘の外側に手がある体勢でボールを捉えている。この点からも彼の握りは薄いと考えている。なるほど。同じイースタングリップのフェデラーなんかとあまりにも打ち方が違うからみんな混乱するのだ。確かに手の部分だけは似てるね。それに私は実際に彼のフォームを真似して打ってみたから間違いない。メドベージェフの真似しようとする人も珍しいね。ボールがパカーンと飛んで気持ちいいぞ。次にスイングを見ていこう。特徴には大きく高いバックスイング。後ろ目に取る打点。フォロースルーは小さく高いことが挙げられるだろう。これらは俗にダブル TA フォアハンドなんて呼ばれる女子選手のフォアハンドにも共通する特徴だ。へぇ、女子選手に。両者に共通するのがスイングの力をスピンよりもボールの推進力に多く使っているところだ。首に巻きつくフォロースルーが軟式っぽいなんて言われているね。この高いフォロースルーからもボールの回転を抑えたいという気持ちが見て取れるんだ。高くフィニッシュするならスピン系のスイングではないのかな？スピン系のスイングだと一度はラケットが高く上がるが最後には上がったラケットが降りてきて肩の横や腰の横に収まるんだ。なるほど。そしてフラット系ショットを安定して打ち続けることができるメドベージェフだがボールをインパクトまでしっかり見ている。頭と体が逆方向に回転する様はちょっと奇妙だが彼の一球一球に対する丁寧さが感じられる。意外と真面目なんだね。続いてバックハンドだ。バックハンドも独特だ。左手の握りがやや薄い。ここにも回転を抑えてボールを打ち出したいという意図が読み取れる。また大柄な彼が低いボールを処理するのにも適しているのだろう。打ち出される球はフォアハンドよりもさらに回転が少ない。スピードが速く回転の少ない球は強力だが、スローで見ると非常に丁寧に面を作っているのがわかる。本当だ。このバックハンドの安定性と鋭さは彼の大きな武器だ。
そしてもう一つ特徴的なのは両手の間の隙間がかなり大きいことだ。初心者がこんな持ち方をしていたら強制されてしまいそうだが、この持ち方もメドベージェフにとっては意味がある。バックハンドでも打点を後ろ目に取りフラットなボールを打つメドベージェフだが、左手を離して持つことによってラケットを後方で構えるスペースが生まれ、少々打点が遅れてもパワーのある球を打てるのだ。厳しい体勢だがラケット面を鋭く返し、急角度にボールを打ち出せるのも利点だろう。そんなメリットがあるならどうして両手を揃えて持つ選手がいるんだい？それはフラット系かスピン系のどちらの球質を望むかという違いだ。例えばナダルはスピン系の球を打ちたいので打点を前に取り、握りも普通よりやや厚い。こうするともともと打点が前なので少々差し込まれてもメドベージェフのように懐で打つような体勢にはならない。そしてスピンボールを打つためには両手を揃えて持った方がヘッドを効かせやすいんだ。なるほど。また左手を離して持つとラケットを短く持つことになり、リーチの面では不利だ。しかし彼は長すぎるくらいに腕が長く、リーチは自分の体で十分。一方この持ち方は体の近くのボールの処理はしやすい。その点もメドベージェフに向いているのかもしれない。彼の体格が関係しているんだね。そして彼の体格、ヒッティングを踏まえていよいよ彼が試合でどう戦うか見ていこう。3. 常識外れのポジショニング。3つ目のポイントは彼のポジショニングだ。彼はフラット系のボールを打つと説明したが、彼はディフェンスからプレイを始めるタイプなんだ。普通はフラット系は攻撃的、スピン系が守備的だよね。そうなんだ。通常守備に回りコート後方に構えることにはいくつかデメリットがある。一つは相手との距離が空き時間を与えてしまうことだ。しかし早く回転の少ないボールを相手コート深くに送ることによって全く余裕を与えない。そしてフラット系の球は直線的な軌道でコートに収まる確率が下がってしまうものだが、距離を取ることによって確率とのバランスを取っているんだ。なるほど。もう一つのデメリットは相手に広角に動かされ広くコートをカバーしないといけないということだ。しかし最初に述べたように彼は非常に動きが俊敏でリーチも長い。そしてどんなボールにも食らいついていく気迫を持っている。このシーンはかなり長いラリーが続いた後だが。コーナーを突かれ左右に何往復もするが崩れない。気は短いが粘り強いんだ。気は優しくて力持ちみたいに言われても、スペースの空いたコート手前にドロップショットを打たれてもこの反応だ。これも追いつくのかよ。相手が攻撃に出ても広いコートカバーリングから強烈なカウンターショットだ。すっげ。これは特別スーパーショットだが、高い守備力からのカウンターパンチスタイルが基本戦術だ。なんちゅう打ち方や。これだけで相手にとっては脅威だが、メドベージェフが面白いのはここからだ。ほほう。今度は彼がポイントの中でどうポジションを変えていくかに注目してみよう。これはある大会でのファーストサーブでのリターンポジションの平均だが、メドベージェフだけこんな位置だ。なんと。深いリターン位置から相手の構成を受け止めるメドベージェフ。深いクロスショットで相手をフォアサイドに寄せ、相手のバックにボールを送りポジションを上げる。さらにバックサイドに振り、高いポジションのままダウンザラインだ。お見事。あれだけ低い位置からスタートして最後には高い位置で攻撃してポイントを終えているのがわかるだろう。ほんとだ。ポジションを上げるばかりではない。このシーンではフォアの強打を誇るベレッティに相手にポジションの強制を繰り返していることがわかるだろう。最後は相手のドロップショットを処理してネットにつく。リーチの長いメドベージェフを抜くのは困難だ。相手のショットの種類によって全然ポジションが違うんだね。そうなんだ。このように相手のスライスショットの体勢を見る、やぐっとポジションを上げるのもメドベージェフの特徴だ。長身だが低い球を苦にしないメドベージェフにとって、スライスショットはエースを決められる心配もなくポジションを上げるチャンスなのだ。なるほど。ここまで彼の特徴が出るリターンゲームを解説してきたけど、彼は非常に強力なサーブを持っているので、サービスゲームでは高い位置からプレイを始めるよ。ちなみに私はこの小学生が全力で打ったようなフォームが結構好きだ。そうですか。このように一つ一つ見ていくと、彼のゲームに臨むプランがよくわかってきたはずだ。コートのどの高さにいても得点を取るビジョンがあるんだね。そう。そして彼の持っているものを勝利につなげるために編み出されたプレイスタイルだということもわかってもらえたのではないだろうか。きっと彼はジュニア時代なんかに自分の人と違った体と向き合い、かなり悩んだのではないだろうか。
体が大きいことは一見有利だが、その長すぎる手足を持て余した。細身でスピードはあるが一撃のパワーはなかった。クソッと押して、俺の腕はこんなに長いんだ、テレビで見るプロ選手のように打てやしないと妄想です。そんなメドベージェフが苦悩の末に編み出したのがあのプレイスタイルだろう。もし彼が我々凡人のように既存の価値観やセオリーにとらわれていれば、今の成功はなかったかもしれない。そんな彼のプレイがかっこよくなければ何がかっこいいと言えるだろうか。言いたいことはわかったよ。まだまだ語り尽くせないところではあるけど、今回は以上だよ。少しでもメドベージェフの魅力が伝わったら嬉しいよ。枠にはまるな。また見てねー。